舞台はインテルのホームジュゼッペ・メアッツァで行われ、ヘディング決まりません。スペースを狙う、このパスを受ける、デュカがゴール。もともとミドルが得意なプレイヤーですから、もう隙があれば打ってきますよね。インテル今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。いい攻撃をしていても相手チームはシュート、いやー決まスナイデルからマルディーニ、上げるクリア、このピンチをなんとか出します。両チーム同じタイミングで動いてきます。Numero 9, numero 5, numero 7, lasciano il campo per il numero 18, il numero 17, il numero 20, il numero 35, nice save ですよね、これは。cambio di giocatori. 裏を狙う。さあ、レオ、抜けてくる。シュート、防ぐ。危ない。さらにタップ。いやインテルは先ほども同じようなシーンがありましたがゴールなりませんでした。この時間帯リズムがいいですよね。決まってもおかしくないようなシーンが先ほどから連続してますからね。裏へ届くか、さあチャンス、シュート、いやー勝ち勝ち、これでプレーに余裕持てるでしょうね、はい、残り時間も少ないですからね。そうですね。メニャン、いやーキーパー素晴らしいですね。スペースを狙うと、これはつながりません。笛です。2対1。このゲームです。この時間はインテル対インテル、こちらの一戦をお届けいたします。ムヒタリアン、流れを止めます。マルディーニ、ここまでは両チームとも0対0。時間は前半中盤に差し掛かっています。裏へのスルーパス、来た、これは、いやうまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まります、抜けてくる、インテルは2本目のコーナー。危ないシーンでしたがクリアの対応。裏へ出るか、スナイデル、中折り、頭、クーマ、頭で合わせた、いいゴールですよね。ドナドーニ、今日2点目のゴールです。さあインテル、さらに1点を追加し2対0としています。インテルとしては2点差というのは精神的にも楽になりますよね、はい、ただ相手は間違いなく前がかりになるので追加対応したいですね。この後もカンデラ、ドナドーニへ、ドナドーニ、ここで前半が終了しました。いやこの2点目はね、このさあ後半スタートです。これはチャンス、シュートゲット、決めてきましたよね。ボディバランスの良さっていうのがゴールにつながりましたよね。シュート、メニャン、こぼれ、カット、トコンドーどうだ、決まった。
せない90分です。舞台はインテルのホームジュゼッペ・メアッツァで行われます。他の偉大な選手裏のスペースを狙う。さあラウタロ・マルティネス、ここは競り勝ちます。カウンターですよ。ドナドーニへ、ドナドーニスペースを使う。さあスナイデルクロスを頭、いやー試合を進めるにあたってはやっぱり 1-0 でリードしてるっていう心の余裕っていうものがありますよね。ただこれ余裕がね、もしかしたら悪い状況に傾く可能性がありますからね。インテル対インテル、インテルが1点先制して前半を折り返します。後半見ていきましょう。インテルとしてはここでまあっとこれはファールだ。 PK になった。インテル PK を得ました。ここを決めるとまた差を広げます。いやね、 PK での追加点はね結構メンタル的にきますからね。